西暦2306年、地球の化石燃料が枯渇し、人類は新たなるエネルギー資源を太陽光発電に委ねた。半世紀近い計画の後、全長約5万キロにも及ぶ3本の軌道エレベーターを中心とした太陽光発電システムが完成する。半永久的なエネルギーを生み出すその巨大構造物建造のため、世界は大きく3つの国家群に集約された。米国を中心とした世界経済連合、通称ユニオン、中国、ロシア、インドを中心とした人類革新連盟、新ヨーロッパ共同体 AEU。 軌道エレベーターはその巨大さから防衛が困難であり、構造上の観点から見てもひどく脆い建造物である。そんな危うい状況の中でも、各国家軍は己の威信と繁栄のため、大いなるゼロサムゲームを続けていた。そう、24世紀になっても人類は未だ一つになりきれずにいたのだ。そんな世界に対して、くさびを打ち込む者たちが現れる。モビルスーツガンダムを有する施設武装組織、ソレスタルビーイング。彼らは世界から紛争をなくすため、民族、国家、宗教を超越した作戦行動を展開していく。ソレスタルビーイングが世界に変革を誘発する。呼んだか、スメラギリのリエガ。用がなければ呼んだりしないわ。新たなミッションか。そう、私が考案し、ベーダが推奨したこのミッションは、マイスターの中でもあなたにしか遂行できない。俺にしかできない。潜入行動よ。単独ミッションか。エージェントからの報告によると、化石燃料輸出量規制監視機構の重鎮であるバレイ・ハレビー氏がテロ組織の標的になったらしいの。彼の動向一つで原油産業は激変する。状況によっては内戦や紛争を起こす国も出てくるでしょうね。つまりその男の護衛をやれと。いいえ、そちらの方はワン・リューミンたちに任せてあるわ。あなたに担当してほしいのはバリー氏のマナ娘で、現在国際留学生として日本に在住しているルイス・ハレビーさんよ。バリー氏の活動を制限させるためにも、彼女がテロの標的になる可能性が高いと私は見てる。無論ベーダもね。刹那、あなたはルイス・ハレビーさんの通うハイスクールに学生として潜入、対象者の護衛をやってもらうわ。他のマイスターはあなたのバックアップに回します。できるわね、刹那。あ、もちろんだ。それが紛争根絶につながるのであれば、俺はどんなことでもやり遂げてみせる。それがソレスタルビーイング、それがガンダムマイスターだ。 CD ドラマスペシャル、機動戦士ガンダム00、アナザーストーリー、ミッション2306。この学校、設備は最新鋭なのに、なんでチャイムだけはこんなに古めかしいんだろう。おはよう、サジ。ルイス、おはよう。ねえねえ、聞いた？サジ、今日この研究室に転入生が来るんだって。転入生？こんな時期に？名前は、刹那 F ・セイエイっていうらしいの。刹那？変わった名前だね。噂をすれば来たみたいよ。ねえ君、もしかして転入生？チュリース、転入生の刹那です。よろしチュリース。チュリース？何それ？300年前に一瞬だけ流行った挨拶だよ。ギャグとしても使われてたらしい。詳しいね、サジ。姉さんがそういうの好きでさ。あ、君ら、もしかして俺のクラスメートになっちゃう？なっちゃうわけ？え、ああ、うん。よ、
よろしく。あれ、ちった。いや、ちった、これ。これ、デスティニー。ちょっと待てよ。そんなガミすんなって。そういうの慣れてないっていうか、俺は俺のままでいたいっていうか。サジ、この人何喋ってんの？300年前に、こういううざい人がいたって聞いたことはあるけど。ない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 、俺の噂？俺の噂？注目されちゃってる？いや、参ったな。俺ってひっそりとみんなの中に溶け込みたかったっていうか。それ無理でしょ。あ、マジやべ、やっちゃった感じ。なんかさ、まあ、出ちゃうんだよね、オーラみたいなの。うん、生まれついちゃってるスキル。これやべ。サジ、こいつ殴りたい。初日だから穏便に行こうよ、ルイス。言われちゃってるよ、俺マジやべ。ベーダの用心警護マニュアルにあった疑似人格タイプ R35、 果たしてこの性格設定は内定調査に向いているのか。いや、今はそんなことよりもミッションに集中すべきだ。見たところこのクラスには不審そうな人物はいなさそうだが。諸君、朝の挨拶、すなわちおはようという言葉を慎んで送らせてもらおう。おはようございます、ハム先生。すでに私は挨拶をした。わかってます。そこにいる君、ほう、君か。噂の着任者というのは。よくぞ来た。この私、グラハム・エーカーが君の着任を歓迎しよう。チョリース。今なんと。チョリース、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 はあ、なんという麗しさ。少年、君の名は？刹那 F ・セイエイ君です。チョリース、いい目をしている。チョリース、なんという魅力的な挨拶だ。うっざいだけです。チョリース。そうか、自己紹介がまだだったな。私の名はグラハム・エーカー。ご覧の通り軍人だ。教師です。チョリース、はあ、奪われた。ああそうだ、奪われてしまった。刹那 F ・セイエイ、私は君という存在に心奪われた男だ。なんてベタなセリフを入れてくるんだか。片桐先生、どうやらハム先生のいけない性癖が臆面もなくまた表に出てしまったようだね。これじゃ授業ができそうにないな。よし、今日は自習にしよう。片桐先生話せる？みんな、ハム先生と転入生君に注目だよ。少年、君の趣味は何だ？私はガンダムだ。チョリス。そうか、好きな食べ物はチョリソか。ますます気に入ったよ、少年。チョリス。だが戦場ではこうはいかんぞ。覚悟しておけ。チョリス。クランプ、後をつけろ。チョリス。会話が全く噛み合ってない。それがハム先生の真骨頂さ。ベーダを介しての暗号回線、待機中のロックオンストラトスへ接続。おう、セスナ、どうだった？ハイスクールの転入初日の感想は。最悪に近いな。疑似人格タイプ R35 で言ったんだろう。想像つくさ。それより状況は？まだ何とも言えない。始めたばかりだからな。クリスにハイスクールのデータベースにアクセスしてもらったが、経歴に問題がありそうな人物はいないようだ。となれば警護対象者は学校以外の場所で襲われる可能性が高くなる。狙撃される可能性は？それはないな。彼女を殺してはバリー・ハレビーへの脅しにはならない。彼女を誘拐し石油輸出規制の緩和を促す。テロの目的はそんなところさ。私生活での監視となると俺一人では限界がある。彼女の恋人になっちまえよ。そうすりゃ完全監視が可能だ。気が進まないな。ソレスタルビーイングに沈黙は許されないぜ。ああ、分かっている。ジュリース、ルイス、一人？
ルイスって呼んでいい？あ、ルイスさ、ソウルメイトとかいる？まあ端的に言うとボーイフレンド。まあぶっちゃけて言うと俺なんかどう？なんて言っちゃってるし俺。そんな気ありません。ああ、わかった。そうやって気を引くテイク？あ、やべ。恋の百戦錬磨。俺戦っちゃうよ。うっざい。どっか行けバカ。言っちゃった、超やべ。どうだった、セスナ。彼女は口説けたか？いや、無理だった。今の俺はうざいキャラで定着している。ルイス・ハレビーも俺のことを毛嫌いしているようだ。疑似人格タイプ R3 号だからな。この人格設定を指示したスメラギリのレガのミッションプランに疑問を感じる。ミス・スメラギは戦術予報士だ。俺らの考えが及ばない状況を読んでプランを立てる。とはいえ俺一人で彼女を終始監視するのは不可能に近い。分かった、バックアップをそっちに送る。了解。刹那 F1000 へミッションを続行する。今日から皆様と一緒に勉学をさせていただくことになりました。転入生のティエリア・アーデです。ごきげんよう。すごい美少女だね、ルイス。そうね。何怒ってるの？何でもないです。私に何か？あ、いえ、別に。あ、僕はサジ・クロスロードって言います。隣にいるのはルイス・ハレビ。それからムチュリース。俺、刹那。不可能を可能にしちゃう男な感じ。それは素晴らしいことですわ。ティエリア・アーデです。これからは語学友としてこの学び屋でご一緒にご勉学にご一緒しみましょう。ワンチョリース。はい、ごきげんよう。バックアップ4位はティエリア・アーデか。ああ、そうだ。なぜ女生徒に？その方がルイス・ハレビーに近づけるというスメラギリ・ノリエガのミッションプランに従ったまでだ。誰が好き好んでこんなこと。それにしては妙に板についている。与えられた任務を完璧に遂行する、それがガンダムマイスターであるティエリア・アーデだ。転入生同士が見つめ合ってる。なんか怪しい感じ。そんなことはない、チョリース。ごきげんよう。諸君、朝の挨拶、すなわちおはようという言葉。ほう、再び転入生が現れようとは私は聞いていないぞ。それは職務怠慢だよ、ハム先生。熟知している。それもまずいよ。先生方、転入生のティエリア・アーデです。よろしくお願いいたします。そうか、私はグラハム・エーカー中尉。先生だよ。隣の彼はビリー・片桐技術顧問だ。僕も先生だから。ティエリア・アーデ、私は君の着任をどうでもいいことと考えている。勝手に学び、勝手に生き、そして勝手に死ぬがいい。ごきげんよう。言い過ぎだよ、ハム先生。おかしいよね、ルイス。ハム先生なら彼女に絶対すごい反応すると思ったのに。先生が反応しない何かがあるとか？何かって？わかんないけど。グラハム・エーカーが宣言しよう。私はこの転入生を否定する。何が何でも否定する。ハム先生、何もそこまで。私の否定を拒んな。バカな。この軍人かぶれな金髪教師は俺の擬態を感覚で見破ったとでも言うのか。えい、完璧な作戦のはずが。仕方がないな。ハム先生は美少女よりも美少年の方に興味があるんだから。ようやく理解したか、片桐。なるほど、そういうことか。ルイス・ハレビーの監視を開始してからこれで1週間。未だテロの気配は感じられない。ティエリア、ルイス・ハレビーとの仲はどうだ？うまくいっていない。俺が近づこうとしても彼女に邪険に扱われてしまう。おそらくは彼女のボーイフレンドサージ・クロスロードに俺が近づくことを快く思っていないのだろう。少し美少女設定を強めすぎたようだ。自慢に聞こえる。何か言ったか？いや。それより
これからどうする？俺たち二人でもルイス・ハレビーを完全に監視することはできない。テロに隙をつかれる恐れがある。ならばその隙をこちらが作ればいい。隙を作る？スメラギリ・ノリエガから届いた新たなミッションプランだ。監視対象であるルイス・ハレビーをわざと危険な目に遭わせ、テロ側の出方を伺う。敵の目的は誘拐だ。彼女に何かあっては困るだろうからな。分かった。しかしその役を誰がやる？俺やお前では設定的に無理があると思うが。バックアップ要員から適任者を派遣するそうだ。誰だ？アレルヤ・ハプティズムだ。女性に危害を加える役だなんて人選ミスじゃないかな。穏やかさを信条としている僕にはそういう役は似合わないと思うんだけど。ああ、俺もそう思う。このミッションを遂行するための特殊装備がスメラギリ・ノリエガから届けられている。特殊装備？中身は何だい？3世紀ほど前に日本で流通していた五円硬貨だ。指示によると硬貨の中央に開いている穴に糸を結び、アレルヤ・ハプティズムの前でそれを揺らせとある。僕の前でこんなものを揺らしてどうなるんだか意味がわからないな。それでもやるしかなかろう。行くぞ。ゆーる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 。スメラギさんはこんなことをさせて一体僕に何を。なんともお優しくてバカなアレルヤ様だ。食うもあっさりと催眠術に引っかかるとはあれだな。21世紀ならオレオレ詐欺に引っかかりそうなぐらいの間抜けっぷりだ。これはアレルヤの中にある第二人格、アレルヤ。すごいな、自分の分身をこうもバカにできるとは。まあいいさ、せっかく表に出たんだ。久しぶりにシャバの空気を味わわせてもらうとすっか。刑務所から出所したての犯罪者のようなセリフだな。スメラギリ・ノリエガの人選は間違ってなかったようだ。我々のミッションに協力してもらうぞ、ハレルヤ。喧嘩番長だ。何？役作りだよ。喧嘩をするために生き、喧嘩をして死んでいく。そうさ、俺がなりきるのは喧嘩の中の喧嘩を、すなわち喧嘩番長だ。頼もしいな。その役作りに意味があるとは思えんが。まさかハレリアも催眠術に。俺は喧嘩番長だぜ。かかっているのか。ルイス、映画はどうだった？よくわかんなかった。普通の恋愛映画じゃない？笑ってごまかしてる。まあいいけど。それよりさ、これからどうする？じゃあ洋服を見て、洋服を見て、洋服を見る。見るだけだよ、見るだけ、見るだけだからね。買ってもらってプレゼントされて奢ってもらうの。うわ、この子僕の人生食らい尽くすつもりだ。そこ笑ってごまかすわけ？ダンダダダン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 ダダン。武力介入、仲がよろしくていいね。ええ、お二人さんよ。どなたです？あなた喧嘩番長ね。はいな。知り合いなの、ルイス？ううん、ただの勘。鋭すぎるよ。喧嘩番長は喧嘩の中だけで生きる男。愛だの恋だのデリケートに好きしてだの、そういうのを見ると体中に虫唾が走るんだよ。だったら見なきゃいいでしょ、ルイス。なるほど、その手があったか。あんたお利口さんだな。しかし俺は喧嘩しかできないただのバカだよ。今の話は聞かなかったことにする。聞いてるじゃない。生意気な女だ。やめてください。やだね。俺は生きるぜ。
他人の生き血をすすってでもな。そんな状況じゃないです。古典的なピンチだ。だからこそ効果がある。しかしテロの現れる気配はない。ならばミッションを中止するしかないか。どうやって？しまった。彼は催眠術にかかって自分が喧嘩番長だと思い込んでいる。私にひどいことしたらパパが許さないんだからね。すごい人たちを雇ってえぐいことするんだから。おお、そういった楽しみだ。あんたらをやればすごい喧嘩ができるってわけだな。ああ、火に油を。まずはお前らからだ。サジ、ルイス、行っちまえよ。待ちたまえ。誰だ。あれはハム先生。喧嘩番長とやら一部始終この目でしかと見させてもらったぞ。なら早く出てきてよ。何者だおめえは。グラハム・エーカー。このほど昇進して上級大尉となった。先生ですから。なんだこの KY でバカは。調子くれてんのか。あ、その通りだ。私は KY、 つまり空気が読めずすこぶる調子に乗っている。なおかつ我慢弱く人の話を聞こうともしない、俗に言う嫌われ者だ。そこまで言う？しかしそんな私でも吐き気のするような悪はわかる。そしてそれを見て見ぬふりもできはしない。退治させてもらうぞ喧嘩番長。自分に寄ってんじゃねえこのなる野郎が。鏡見たことあんのかメタボー。ゲームに夢中で見たことはない。だからケハムパンチ、うわハムキック、うハムチャットハチオッ。なんだこの理不尽な強さは。これがフラッグファイターの実力だよ。わけ、わかんねえ。ハム先生、ありがとうございます。少し待ちたまえ、とどめを刺す。ハム先生、やりすぎです。君たち、危ないところだったね。片桐先生、運よく僕たちが通りかかってよかったよ。さ、ここは自分に酔ってるハム先生に任せて立ち去ろう。知り合いだと思われても困るからね。そうですね先生。でも喧嘩番長さん大丈夫ですか？堪忍袋の尾が切れた。ああ、今の私は卓越した戦闘能力、一階の教師のなせる技じゃない。あの男がここに通りかかったのは偶然か。それと調べてみる必要があるな。いや、ターゲットと断定してもおかしくはない。この俺を肩からまで否定する。あの男、何か言ったか？こちらのことだ。それよりどうやってアレリアを回収する？そしてこれは私の分。しまった。痛いよ、体中がズキズキするよ。超人機関で強化された肉体なのに。ハレルヤ、これが僕たちの受ける食材なのか。いや、調子に乗った男にボコボコにされただけだ。脚本家の悪ふざけ、いや世界の悪意が見えるようだよ。どちらかといえば善意にやられたわけだが。ティエリア、しばらくここを離れる。アレリアを頼む。どこに行くつもりだ？ターゲットとの接触を図る。グラハム・エーカーに会いに行くというのか？気づいているとは思うが、俺は彼に意味もなく気に入られている。自宅に訪ねたとしても拒絶されることはないだろう。危険すぎる。あの男の強さは目の当たりにして分かっているはずだ。たとえそうでも任務を全うするのがガンダムマイスターだ。ならばエクシアを準備させておけ。いざとなれば使用しても構わない。生身の男を相手に俺の中にある何かが訴えてくる。たとえガンダムを使ったとしても、あの男は理不尽なまでに切り抜けてしまいそうな、そんな予感がする。分かった、六甲への報告を頼む。了解した。
刹那。死ぬなよ。チョリース！性格設定をいきなり変えるな。担当教諭であるグラハム・エイカの所在地はここか。刹那 F1000 へ目標へ向かう。用があるなら入りたまえ。あ、チュリース！ハム先生、サプライズに来ちゃいました。刹那君登場。驚いた驚いた感じ。ハム先生、何その顔は。待ち受ける。口元からなんか垂れてる。すまない、欲望が体の端からにじみ出てしまったようだ。しかしこの状況、青天の霹靂、いや千載一遇の機会と言うべきか。え、何それ。マジやばめ。やってちゃってる感じ。それはこれからのこととなる。玄関での立ち話もなんだ。中に入るといい。はい、お邪魔チョリース。ここが私の前線基地だ。チョリース。なんだこの部屋は。高価な端末が並び、ゲームソフトとプラモデルが山のように積まれている。テロリストの隠れ家とはとても思えない。だがこれがカムフラージュである可能性も。どうかしたかね、少年。ね、チューハム先生、このすごい量、これ半端なくね。マジパネ。この棚にあるゲーム、みんな男しか出てないし、これやばい。先生やっちゃってる感じ。まあやっている。何を。君を後ろから抱きしめている。やばいマジやばい。何を今さら。君だってこういう系の作品に数多く出演しているなら、状況は万事飲み込めているはず。やばいな、それやばいっすよ。その使い慣れない口調をいい加減やめたらどうかな。まさか。話せ。大世話もう終わりかね。気づいていたのか。どんなに性格を変えようとも目を見ればわかる。何かを追い求めているその目だけは、どんなに取り繕おうと変えることはできんよ。貴様何者だ。その言葉そっくりそのままお返ししよう。ほう、見慣れない銃だ。どこで作られたものか。もう一度言う。貴様は何者だ。愛を探求する教職員。ざれ言はよせ。質問に答えろ。答えられないと言ったら。貴様を撃つ。怖い怖い。俺は本気だ。そういうことをする覚悟がある。何が君をそこまで駆り立てるのか。質問しているのは俺だ。いいだろう。私は君の考えている通りの男だ。やはり貴様がテロリスト。そうだ、私は男性をこよなく愛する魅惑の愛好家。そうとも、君という存在に心奪われた男だ。何？少年、私は君を求める。果てしないほどに。やめろ。少年、話せ。できないな。なんで。求めている人がいる。乙女座の私には話せ。しまった、銃が。これで君を守るものはなくなったな。さあさらけ出すといい。君という存在を、その全てを。俺は刹那。ロックオン。誰、君は。なんだ、何をしている刹那。ロックオン、これは。お父さん、そんな不自然な真似許しませんよ。何を勘違いしている。私は間違ったままでいた。黙ってろ。兄さんや、いい加減刹那から離れなさい。何をする。俺が悪いみたいに言うな。しかしロックオン、何をしにここへ。そうだった、あまりのことに重要なことを忘れてたぜ。刹那、対象者が何者かに誘拐された。何？しかもディエリアが監視している目の前でだ。相当の手だれだな。
ターゲットが他にいる。ではここにいる男は。何度も言わせないでほしいな少年。私はただの男色家だ。ティエリア、ターゲットは。対象者が立ち寄りそうな場所をくまなく探したが見つかっていない。了解。アレリア、そっちは。体が痛いよ。そうか、分かった。完全にお手上げかよ。ロコン、ボーイフレンドのサジ・クロスロードなら対象者の行方を知っている可能性も。無理だな。その少年も誘拐されている。俺が勘違いをしたばかりに。悔やむより前にやることがあんだろう。ああそうだな、分かっているとも。ルイス、ルイス、しっかりしてルイス。サジ、私どうして。僕たち捕まってるみたいだ。捕まった？どうして。自分の胸に手を当ててよく考えてみるといい。誰？考えるんだ。バリー・ハレビーのマナ娘、ルイス・ハレビー。片桐先生、どういうこと？どうしてパパのこと。君の父上は化石燃料輸出量規制監視機構の重鎮。そういえば分かるんじゃないかな。化石燃料の監視機構。分かったわ。つまりパパのしていることが気に入らない、そうでしょ。その通りだよ。君の父上は自分の立場を利用し、一部の国々に便宜を図って富を築いている。そのことでどれほどの人々が苦しんでいるか君には分からないだろうね。でもパパは決められたルールに従ってやってるって。確かにそうだね。だがそのルールが間違っているとしたらどうだい。そんなの私にもパパにも関係ないことじゃない。そういうの世界恨みって言うのよ、このちょんまげバーガー。ベーケベーケ。ルイス。君はこの物語で自分がヒロイン的立場であることを認識していないようだね。人気がなくなってしまうよ。そんなの知らないわよバーカ。まったく口の減らない。減ったらびっくりするけど。なお嬢さんだ。ルイス、相手を刺激しちゃダメだって。サジ、助けて。僕も捕まってるってば。私のことが大切なら助けて。だから無理だって。もうサジのバカ。まあまあ、チワ喧嘩はそのぐらいにして。今のどこがチワ喧嘩ですか。理不尽なこと言われただけです。まあそうかもしれないが、しばらくおとなしくしていてくれたまえ。何、危害を及ぼすつもりはないさ。バリー・ハレビー氏に僕の要求が通ればすぐに解放してあげるよ。だったら早くパパに言うことを聞かせて。そんな、ルイス。なんて、早く家に帰りたい。お風呂にも入りたい。見たいテレビもあるの。早くしてよ、早く早く早く。サジ君、真顔で尋ねるが、君は彼女のどこが良くて付き合ってるんだい。いや、いきなりそんなこと言われても。可愛いからだろ。はい、そうです。だって尻に敷かれているのか。そうなのか、サジ。とんでもない。だって。なるほど、恋は盲目ということにしておくよ。自らの主張に酔いしれ悪行を働く者も盲目な行為と言えなくもない。この子よ、まさかハム先生。リース、映ってる。ハム先生、いやグラハム・エイカー、どうしてここが。無論なんとなく。かなわないな君には。ありえないことをあっさりとやってのける。そこにしびれて憧れるよ。やれやれ、今日はよく銃を突きつけられる日だ。驚かないよ、君なら不自然じゃない。褒め言葉として受け取っておこう。それでどうするんだい。このまま僕に撃たれて命を落とすかい、それとも。君を逮捕させてもらう。
何？逮捕って、ハム先生って警察の人なの？いいや違う、私はユニオン軍直属米軍第一航空戦術飛行隊、通称 M スワッドに所属するフラッグファイター。階級は中尉ではなく、このほど昇進して上級隊員となった。 M スワッド、高校教師は仮の姿。そう、私は身分を偽っていたのだよ。偽ってなかったですよ、喧嘩番長の時思いっきり言ってましたよ。私は過去に縛られない男だ。でも縛られない男だ。根源的にはハム先生のままなんだ。だね。なるほど、僕がハイスクールに赴任したと同時に君もやってきていた。つまり僕の行動は最初からマークされていたということか。そういうことになるな。だが僕には人質がいる。おいそれと手を出したりしないでくれよ。何か悪いやつの悪あがきだ。ルイス、本当のこと言ったら。お黙り。唐突に。何？ハムパンチ。ちょっとじゃあハムキング。いきなりハムチョップチョップチョップ。ひどいよ、いきなり。フラッグファイターの実力だ。やはり君にはかなわないな。ハム先生、助けてくれてありがとうございます。少し待ちたまえ、とどめを刺す。いやあ、ハム先生、やりすぎです。対象者であったルイス・ハレビーが保護されたって。ああ、犯人も逮捕された。ビリー・片桐という教師だそうだ。あの教師が犯人だったのか。しかし誰が助けた？警察もまだ動いていなかったはずだ。何でも現場にはハム仮面参上と書かれたカードが置いてあったそうだ。ハム仮面、誰がやったか一目瞭然じゃないか。おい、刹那、どこ行く？刹那、ロックオン。あ、どうした？アレルギア。体が痛いよ。そうか。ああ、シクラメンの香りがする。グラハム・エーカー。少年か。呼ぶのならフルネームではなくハム先生と言ってほしいが。あんたはすでにスクールに辞表を提出している。ふん、情報が早いな。あんたもテロ組織を探していたのか。さあ、何のことかな。ハム仮面なんだろう。ああ、そうだ。だったら探していたんじゃないか。そうとも言うな。そうとしか言えない。どちらにせよ被害は未然に防がれた。私はそれでいい、それでいいと思うが。クロハム、そろそろ時間だ。また会おう少年。どこへ行く？私の愛機のもとに。これはフロック。さらばだ少年、チュリース。ハムカメ。ミッション終了、仮想空間解除。ベーダが制作した要人警護の仮想ミッション、無事クリアできたみたいね。どうだった？刹那、仮想空間でのミッションシミュレートの感想は。感想といっても、というかミッションをクリアしたのか。俺は事件を解決させたのは仮想空間にいた得体の知れない変態だったような。予期せぬ状況には無事対処できたということよ。とても納得できない状況だったが。ちょっと待って、刹那は今変態がいたって言ってたよね。あ、僕がやった仮想ミッションでもものすごい変態が出てきたよ。まさかハム仮面か。そうだ、確かにそういう名前だった。本当か？俺のとこにも出てきたぞ。いきなりフラッグで現れ、
俺のターゲットを殲滅していきやがった。俺はガンダムを奪われて勝手に乗り回された。ベーダの制作した仮想ミッションに問題があるのか。そんなわけあるはずがない。だとしたら一体。ああ、一体何者なんだハムカメ。おやおや、分かりやすい。風かい、グラハム。へっ、そんなことがあるはずがなかろう。なぜならバカは風邪をひかない。ハックシュ。ソレスタルビーイングのガンダムマイスターであるアレルヤ・ハプティズムは、超人機関での脳量子波施工手術によって脳内にハレルヤというもう一人の人格を有している。普段表に出てくることはないハレルヤの人格であるが、年に一度だけアレルヤの意識をシャットアウトして、ハレルヤが好き勝手に羽を伸ばす期間があった。この物語はその期間に起きた彼の奇行と、それに当惑するソレスタルビーイングの記録である。 CD ドラマエクストラ、機動戦士ガンダム00アナザーストーリー、ハレルヤの日。セスナ、次のミッションまで0034を切った。エクシアの整備は終わっている。問題はない。ティエリアは整備不良などというミスをこの俺が犯すとでも。そう目くじら立てなさんな。聞いてみただけだろう。ロックオン、アレルヤ・ハプティズムが来ていないようだが。そういえばブリーフィングに遅刻してくるなんて奴らしくないな。噂をすればなんとやらだ。怠慢だな、アレルヤ・ハプティズム。そんなことではガンダムマイスターは務まりはしないぞ。はっ、てめえなんぞに言われる筋合いはねえよ、このカスが。なんだと。アレルヤ。やめろよ、俺はそんな名前じゃねえ。アレルヤじゃない。どういうことだ。もしかしてベーダのデータバンクに記載されていたあれじゃないのか。アレルヤの別人格、確かハレルヤ。様をつけろよ、このボンクラどもが。ほう、口が悪いね。なんという不尊な男だ。気に入らないな。同族嫌悪ってやつかい。どういう意味だ。なんでもないよ。アレルヤ、いやハレルヤ、まもなくミッションが始まる。知ってるよ、だから来てやったんじゃねえか。でプランは。モニターに表示されてる。なんだこのしみったれたミッションプランは。こんなもんにガンダムを4機出す必要あんのか。言ってくれるね。こんなミッションキュリオスだけで十分だ。しかもよ、俺様なら1分で終わらせてやんよ。何、その時間ではガンダムすら発信できない。だったら素手でやってやる。無茶を言うなよ。私の作ったプランに異論があるみたいね、ハレルヤ。スメラギリの霊が。あんたがこのクソくだらねえプランを考えたのは。結構時間をかけたつもりだけど。それでこれかよ。あんた脳みそが全部おっぱいにいっちまってんじゃねえのか。すごいセクハラね。でもこれはベーダの推奨を受けていて。ちょっと来いよ。な、何。いいから来いよ。なんだ。交渉終了だ。今回のミッションはこの俺様が仕切る。いいな、スメラギさんよ。ええ、もちろんよ。貴様、一体何をした。さてね。ミススメラギ、もしや。言わないで。おいおい、マジかよ。すげえテクニックだな。言ったろ、1分でやるって。2秒もかかってなかった。ロックオン、スメラギリの霊側は。お子様には早いって。とにかくこのミッションは俺様が仕切る。プランは至ってシンプルだ。俺様がキュリオスで敵を殲滅する。お前らは俺様のやることを指を加えて見てる。ただそれだけだ。素晴らしいわ、ハレルヤ。
晴れるやとか言ったな。君のその言動は世界の変革を求めるガンダムマイスターにふさわしいとはとても思えない。俺は君を否定する。そうだ、万死に値する。ナドレを敵にさらしてメソメソ泣いてたメガネに言われたくねえな。なぜそれを。はっ、このおせんち野郎が。貴様、ディエリア。本当に泣いたのか。黙っていろ。今日はハレルヤのミッションで行くわ。あなたもだ。こんな状況でミッションを行うなど。でもね、ハレルヤのプランはベーダも推奨してるのよ。何？ベーダが？そんなバカな。ならば仕方がないか。しかし、いつの間に。言ったろ、1分でやるって。どんな能力だよ。いいから行くぞ。俺様の戦いっぷりを、将兵の実力ってやつをしっかり拝ませてやるよ。キュリアス、アレリア、目標をボコボコにすんぜ。楽しいよな、アレリア、アレリア。って聞いてねえか。そして数日の時が過ぎた。すみません、遅れました。あ、アレルヤ。何？お前アレルヤだよな。もちろんだよ。本当にそうなのか。決まってるじゃないか。どうしたの、みんなそんな怖い顔して。あんな目に遭わされれば誰でもこういう顔つきになる。好き勝手暴れてくれて、計画が台無しだ。俺のエクシアをよくも傷つけてくれたな。ミススメラギも当分使い物になんねえ。どういう意味。自分の中にいるもう一人のやつに聞いたらどうだ。それってまさかハレルヤが。そうなんだね、刹那。ブイ。軽く無視された。ロックオン。さすがにかばえねえよ、ディエリア。俺は今すぐ君を葬ってやりたい。もしそうなら、もしそうなら僕は人でなしだ。その通りだった。